こんにちは、カープです。今回は昨日登場した助っ人外国人選手の取るべき選手ランキングをお届けしたいと思います。今日も海外出張中で普段よりもシンプルな撮影編集になってます。ホテルなので声もちょっと小声です。その点ご容赦いただければと思います。今回の助っ人外国人選手みたいな覚醒選手には大きく2つの方法があると思います。1つ目は覚醒選手そのものをオーダーに入れて使っていく方法、2つ目は将来的な通常 S ランク選手の登場を見越して限界突破要因としてストックして通常選手の限界突破に使うという方法ですね。そんなわけで単純にこの選手が強いですっていう話だけでは足りないと思うので、今回は取るべき選手ランキングという名前にしました。トータルでこの選手を取ると限界突破要因として将来的にいいんじゃないかという部分まで考えながらランキングを作っています。それでは早速発表していきましょう。それでは今回も第12位からいきます。第12位は西武ニール選手です。ここまで4試合で防御率 5.95 と苦しんでいる状況かなと思います。通常 S ランクの登場は現状では可能性が低いと思いますので、この順位になりました。次、第11位です。第11位は DeNA バリオス選手です。バリオス選手はある程度日本で実績のある選手ですが、ここまでは苦しんでますね。現状だと通常 S ランクの登場は期待しづらいかなと思います。ただ出てくれさえすれば能力的には高いですからね。ぜひ活躍してほしいですね。次、第10位です。第10位はソフトバンクスアレス選手です。こちらも日本で実績のある選手ですが、トミー・ジョン手術からの復活待ちという状況ですね。2016年のピッチングをまた見せてほしいですね。次、第9位です。第9位はロッテバルガス選手です。バルガス選手は日本への順応に苦しんでいる印象ですね。ここまでは実力を発揮できているとは言えないでしょう。ただすでに S ランクは登場しますので、限界突破4位として獲得するのはいいかなと思います。シリーズ2は登場するかどうか現段階では微妙かもしれませんね。次、第8位です。第8位オリックスメネセス選手です。こちらも通常 S ランクが登場済みですね。限界突破4位獲得するのは大いにあるでしょう。ただ今の成績だとシリーズ2が心配ですね。通常 S が出るか出ないか微妙なラインかもしれません。次、第7位です。第7位ヤクルトマクガフ選手です。この選手は通常 S ランクが出る可能性が高いと思います。ハフ選手と一緒にものすごい勢いで登板するを稼いでますね。ヤクルトを支える活躍と言っていいんじゃないでしょうか。ただこれだけ投げてると怪我が心配ですね。怪我の内容に引き続き活躍してほしいですね。続いて第6位です。第6位は巨人ビアヌエバ選手です。こちらも通常 S ランクがすでに出ています。パワーも円に乗せやすいですし、この覚醒で限界突破を進めて勝負までやるのもいいでしょう。ただシリーズ2でちょっと心配な選手の一人ですね。現状だとシリーズ2で出たとしても能力が下がってしまうかもしれませんね。次、第5位です。第5位はファイターズワン・ボーロン選手です。ワン選手は今年の新外国人で個人的には一番注目している選手です。台湾の4割打者が日本でどんな成績を残すかワクワクしながら見てます。現状はある程度日本の役に順応しているように見えますね。今後も活躍期待できると思いますし、シリーズ2では通常 S ランクは登場すると思います。次、第4位です。第4位阪神ジョンソン選手です。ジョンソン選手は阪神上位進出の立役者と言ってもいいんじゃないでしょうか。28試合に飛ばして防御率は 0.64、 すごい数字ですね。通常 S ランクはほぼほぼ出てくるんじゃないかなと思います。そしてシリーズ2での能力アップも間違いないでしょう。ただちょっと残念なのが3球種である点ですね。阪神の選手って球質が少なくなりがちな気がするのは僕の気のせいでしょうか。ここからトップ3です。第3位はこの選手です。第3位中日ロメロ選手です。ロメロ選手はローテにすっかり定着してますね。ここまでは3勝5敗ですが、それ以上に貢献度は高いと思います。通常 S ランクの登場はほぼ間違いないでしょう。今後の能力アップも見込めますし、今後もほぼ間違いなく球威型を見込める点もいいかなと思います。次、第2位です。第2位はカープベルナルト選手です。
もう本当に星のカープはベグナルトには感謝しかありません。ここまで防御率 0.28 の安定感、カープのリリーフ陣を支える活躍です。通常 S の登場は濃厚だと思いますし、シリーズ2ではさらに能力アップが期待できると思います。本当はカープ B 期で1位にしたかったんですけど、グッとこらえて客観的には2位かなと思いました。最後、今回の第1位です。第1位、楽天ブラッシュ選手です。ここまで17本塁打、もうすっかり楽天の主砲に定着しましたね。すでに S ランクも出ていますし、シリーズ2での登場、そして能力アップも間違いないでしょう。パワーも A に乗ってくるんじゃないかなと思います。楽天枠の有力候補になってくると思うので、覚醒エース台集めておいて損はないと思います。はい、というわけで今回の取るべき選手ランキング、いかがだったでしょうか。覚醒選手は将来的には育成素材、凸素材として使えるかどうかは非常に重要な点だと思います。この動画が参考になれば嬉しいです。今後も数日間は海外にいますが、できるだけ動画を上げていきたいと思ってます。なかなか時間はないですが、頑張って動画作っていきますね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。さよなら。